元気です。ちょっと今年がね、なんか変な年だったからピューンってな感じになったんですけど、ちょっと運気良くなかったのよ。なんかオリンピック終わったのにピューンってな感じ、キャーってへーってな感じだった。まあでももうさ、まあ、2021年か今もう終わりに差し掛かってて、うん、そうですね。まあそろそろもうあのクリスマスですよ。わーい、クリスマス、もう早い。え、何すんの今年のクリスマス。オフ会。そうなの。オフ会する。あ、もうイブに秋葉原で。プラス私たちはクリスマス何するんだったっけ。仕事。いいね。イタリアはクリスマスは12月24日、うん、25、うん、何するの。もう家族と過ごすんですよね。でもさ、日本やったらほら恋人と一緒にな、セックスする日やん。え、そうなの。本当。そう。ラブホテルとか一番売り上げがあるし、コンドームも一番売れるって聞いてた。すごい詳しいよね。そうそう、だからさ、そういう感じはなんか恋人と過ごすみたいな感じではないの、イタリアは。ないね。なんかほんとイタリアだと必ず家族で、家族一緒にじゃないと結構怒られる。へえ。あの、結構私は実はクリスマスのために帰ったことない。なぜというと必ずクリスマスの後はコミケがあるから行かなくちゃいけない。大変やな、コスプレイヤーとして。コミケ、ね、だからそのハッピーニューイヤーとかクリスマスはもう8年間ぐらい家族とできなくて過ごせてないんだ。過ごしてないで、まあ結構この野郎ってこの野郎の娘いてる。え、でも何食べたりするのイタリアでは。チキンがやっぱりメインで食べるなんですけど、イタリアだとやっぱ、まあ、私の家族だとラザーニャ、美味しそう、でかいラザーニャが必ずお母さんが作ってくれて、でワインも飲んで。そう、普通にまあなんかクリスマスイコール家族ってなってるんじゃない、世界的に。だからクリスマスって恋人と過ごしてんの。そうですよ。なんか私はクリスマス何するのって、私は結構まあそういうオフ会とか友達とか遊ぶとか、正直あの恋人と過ごしたことないからそういう感じは全くなくて、へっ、ってよく言われたんですよね。イタリアでもクリスマスのプレゼントはサンタさんが持ってくるの。そうです。実は24日、あ、24日、24日の夜は家族の晩ご飯があるから、そこに実はプレゼントを渡してくれたり。でも開くのは朝の25。え、じゃああれなん、寝てる間にクリスマスツリーの下に置いてくれるんじゃないの。じゃあご飯食べてる時にサンタさんが来ることもあるの。それもあれ、7歳の時に私の実家からちょっと離れてるのちっちゃい村に住んでたんですよね、うんうん、でその村に実は雪も降って、その子供たちのためにいろんなサンタさんの格好したりとかの人があの歩いたりとか、もう道の中に。いやいや、であのそんなことない、サンタさんはサンタさんやで。信じてサンタさんの人とか言わんと、あれはサンタさんやろ。なんかお父さんってさ、あ、ちょっとタバコ買いに行くって言ったらさ、10分の後にそんなことないもん。サンタさん来るってさ、サンタさんはサンタさんやん。じゃあ本物のサンタさんはいつ来るの。夜、夜かな、みんな悩んでるあんた子供も見てるかもしれないんだからね。俺今でも信じてる。私のサンタはお父さん。でもこっちさ、宗教が違うからさ、もうサンタ自体、クリスマス自体がない。私はだって家族がイスラム教徒だから、あ、そうか、そんなキリストなんてありませんっていう感じだから。そうなんだ。ゆり子はいつまでサンタさん来てた。いつまで、たぶん16歳までは来てた。おお、結構。逆にそうじゃないと次の日はお父さんなんでプレゼントくれないの。いや、サンタさん。じゃあ17歳の朝はもうサンタさん来るかなと思って見に行ったら来てなかったんや。お父さんはね、結構お父さん、じゃあサンタさんサンタさんはね、あのイタリア人だからよく怒れたりとか、サンタさんはイタリア人やからな、遅れたりするんだ。イタリアのサンタ遅れるんだ。なるほど、ちょっと時間にルーズだし遅れても必ず来るみたいな。あー、サンタさんいいな。どんなもんくれたん、サンタさんは。自分はちっちゃい時ね、やっぱりお人形とかでも、あとやっぱりゲームだね。で、一番盛り上がってたのは私のお父さんだったから、まあきっとお父さんだね。自分のために。お父さんじゃないの。お父さんのことも考えて持ってきてるから。そうそうかもしれないね。そうそうそう、だいたいプレイステーション2のゲームが分かって。サンタさん分かってるね。お父さんもゆり子もどっちも楽しめるようなものをサンタさんは選んで持ってきてくれてたんやな、うん、サンタさんは多分オタクだったよね。オタクだったんだろうね。まあそれはオタク
タくんの気持ちも分からないね、サンタさん。サンタさんいいね。魔法分かるから、そうそうそう。あ、でもいいな、それ。なんか聞いてるとさ、自分もそういうの欲しかった。映画とかも見るとさ、なんか面白いやん。え、アリちゃんちはサンタさん来んかったん、結局。一生来ることなかった。え、日本でいた時も来たことなかったの？え、もう、ない。もうだってみんなだって学校とかさ、サンタさん来たとか言って会話する。え、だって日本でも家族とかじゃなくて、恋人同士とか、なんかそういう。え、でも、あ、まあ、10歳やからか、日本に来たのが。うん、俺、子供やから、まだなんかみんな、サンタさん何持ってきたとかっていう会話あったよ。だってお母さん医者もだし、そんな祝いしないし、お父さん日本の人やったし、そんな、なんかクリスマスないしみたいな感覚だったから、文化違いすぎるんじゃないかな、全然うちの家もクリスマスなんてもうなかったの、木なんてもう飾りなんて一回も見たことない。友達の家とか行くと、そういえばなんかスペインの子とかいたりして、家に行くとめっちゃツリーとか飾ってたりして、なんで友達がスペインの子やねんな、うん、ね、その時に親友がちょうどその日本に来た時に、その子もあのスペインから来て、ちょうど私の親友があの外国人同士で仲良くなった子がスペインの子やって、で女の子で、そう、その子の家に行くといつももうツリーとか立てて、めっちゃプレゼントとかもう何これっていうぐらい周りにこうわーって積んであって、めっちゃ羨ましかったの。ロシアでは覚えてる、めちゃめちゃ小さかった時に、小学校2年生とかの時に学校でなかったデッドマロースっていうのが来て、うん、あのサンタクロースじゃないんだけど、なんか冬おじさんみたいなのが来て、まあ、でもサンタクロースっぽくてこう青い感じで、うん、でそのまあプレゼント持ってきたりっていうのはあったけど、大きいツリー飾ってて、それはまたあのクリスマスとちょっと違う、まあ、というかロシアはクリスマスは12月24日じゃないねんな、うん、そうなの？1月17やったかな。え、なんか全然違うじゃん。1月、え、そうなんだ、うん、なんかキリストが生まれた日っていうのも旧暦となんか今の暦とでちょっと数え方が違うから、生まれた日っていうのも実はちょっといろいろ考え方が違うっていうので、ロシア正教ではキリストが生まれた日は12月24日じゃなくて1月の14日、うん、なんか最初の何週目かの何かなんだ、確か、うん、なんかちょっとずれてたりして、だから毎年クリスマスかなって調べるけど、そうだから、そうなんだ、でも、お正月があるから、お正月にもサンタさんは来るね、そうそうそう、プレゼントとか、そのサンタ、またちょっと違うサンタなんだけど、うん、その、まあ、冬おじさんって言って、ちょっとサンタに似てるっぽいけど、そう、うん、それはやった、なんか彼女みたいなの連れてな、そうそうそう、女のバージョンもあんねん、サンタさんの女の子と おじさん、そうなんだ、 お正月のイベントって言ったら、ロシアはお正月のツリー、まあ、クリスマスツリーじゃないんだから、お正月ツリーが飾ってあって、そうなんだ、1月1日、ね、それでサンタさんとサンタさんの嫁みたいなのと、で子供たちがこうウサギとかクマさんの格好したりとかして、うん、まあ、言ったらもう動物とか子供たち全部一緒になって、全然違う、でサンタさんもタダでくれへんで、プレゼント詩を読むとか、詩を読むとか、歌うとか、お話をなんか話すとか、何か芸、一発芸が、そうやらんとくらい、そしたらいいねいいねって言ってくれる、そうくれる、だからみんな毎日お正月前はもうずっと詩を暗記する、だいたい詩でいいから、てかロシアではさ、すごいあの学校の勉強で詩を覚えることがすごい多いから、そう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 、みんなすごい多分暗記力がめちゃめちゃすごいねん、だからまあ各家庭でって感じで集まってやるから、サンタさんは各家庭を回ってくれるから、夜さソリに乗ってプレゼント配るっていう感じではないよな、お正月の朝とかに1月1日に家族が集まってるところに、なんかサンタさんが来るね、だから出会えるね、隠れて持ってくるんじゃなくて、会いに来てくれて、あー私の家にも来てくれたんですねって言って、そう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 、私はいい子にしてましたよ、あなたのためにダンス覚えましたよって言って、やれやれやれってやったら、よしよしいい子だほんでなんか知らんけど、子供だけちゃうねんもらえるの、30、40過ぎたババがバレエを披露する、あ、かわいい、ポッ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 とか、もう酔っ払いやね、もちろん、みんな酔っ払い、サンタさん喜んで、いいね、でほんで携帯電話プレゼントしよったわ、スマートフォン、いろんなとこに回ったりするからね、やっぱ子供たちすごいあの楽しみにはしてる、どこでも幼稚園とかそういうところにも来たりするから、だからロシアのクリスマスはもうちょっとこう宗教っぽいというか、別に何かこう恋人がどうとか一緒に集まって食べないといけないとかではなくて、まあ朝起きてクリスマスおめでとうっていうのを言うぐらいでいいけどもね、まあそれをきっかけに飲んだりする人もいるけど、そんなに盛大なものではないかもね、歴代何もらったかちょっと覚えてへんけど、サンタさんはちゃんと来てくれてて、いいな、ベッドの横にあの飾っててん、靴下を、靴下
で、靴下に絶対来るトゥントゥンって起きたら靴下膨らんでへん、何も入ってへんやないのって思ってすごい切れながらはぁって思って見たら手紙が入ってんねん。で、手紙も見たらトイレの方でに置きましたって、トイレに行ったらトイレにも置いてへんね、また手紙置いてあんね。ほんでどこどこに置いてます。めっちゃ楽しいやつや。家をいろいろ探して、なんかどっかのカーテンの裏とかなんかそこ探すスタイルやったんです。めっちゃ楽しいやつや。いろいろもらった。それこそなんかゲーム的なのももらったし、あと人生ゲームとかももらったし、マジックするの好きやったからなんかマジックのセットとか。あれちゃんかわいそうよ。そう、もう私今もう全然出てこない。ハリーポッターの DVD とかいろいろもらった。懐かしいね。全然覚えてねえわ。何にもねえわ。ある時から来なくなったけど。でもさ、アマゾンリストで。ダメだよ、そんなの。だったら自分もアマゾンリスト。アマゾンリストこじきは許さない。今までプレゼントもらったことなかったし、クリスマスやったことないから、アマゾンリスト作りたいと思います。許さない。ね、いいね、皆様いいね、よろしくお願いいたします。ダメよ、許さない。愛心で許さない。我々は好感度のためになんか個人とかそういうとこのアマゾンリストを貼るだけにする。俺よくやってんねん。親のおらん子供の施設が欲しいものリスト公開してるから、俺なんか運気が悪い時とか買ってあげる色鉛筆とか。個人のやつとかもさ、その欲しいものリスト施設で公開してるからさ、プレゼント買ってあげるとかしたらさ、素敵な話やな、うん、クリスマスに。それ企画やろうよ。そうね、でもあの私のプレゼントもお願いします。本物のサンタさんが現れてプレゼントをくれるまで待ちます。何を言うてんねん、お前。コンドームも用意して。サンタさんじゃねえサンタさんだよ。なんでコンドームを。エロ親父じゃん。親父じゃねえよ、若いのがいいんだから。若いのがいいんだ。若いサンタさんを待ってます。はい、まあということで、まあ何が言いたいかと言いますと、メリークリスマス。